ジャネット・エヴァンスはアメリカの競泳選手、オリンピック女子競泳種目で合計4つの金メダルを獲得した。エヴァンスはプラセンシャで生まれ、子供の頃から水泳を始めた。1987年15歳の時に、エヴァンスは400メートル、800メートル、1500メートルの自由型の世界記録を更新した。 1988年のソウルオリンピックでエヴァンスは3つの金メダルを獲得した。この時の400メートル自由形の世界新記録は2006年5月にロールマナドに破られるまで18年間保たれた。また800メートルでは2008年の北京オリンピックでレベッカ・アドリントンに破られるまで19年間にわたって世界記録を保ち、これは水泳として 最も長期間の記録となった。エヴァンスはアメリカ合衆国の最高のアマチュアスポーツマンとしてのジェームスサリバン賞の1989年の受賞者となった。エヴァンスは1988年以降、世界の競泳をリードし、800メートルの自由形において1988年と1992年の オリンピックタイトルと1991年と1994年の世界選手権タイトルを取り、オリンピックと世界選手権の両方を連続して制した最初の女性となった。エヴァンスはアメリカの国内選手権で400メートルと800メートル自由型に12回勝った。エヴァンスは1996年のアトランタオリンピックにも参加したが、メダルは取れなかった。 400メートル自由型の予選は9位で決勝に進めなかった。800メートル自由型では6位だった。しかし、エバンスは開会式でオリンピックの成果を運ぶ名誉を与えられ、転化したモハメドアリに成果を手渡した。エバンスは6つのアメリカ記録、3つの世界記録、5個のオリンピックのメダルを獲得した。エバンスの泳ぎは腕をまっすぐにして、 風車のようにぐるぐる回し、水しぶきをバシャバシャと立てる、当時の正党とは、ほど遠い独特の泳ぎで、モーター英法とも言われた。エヴァンスは、身長163センチメートルと、水泳選手としては、不利な体格だったが、無人像と思えるスタミナを持ち、レースの後半でもペースが落ちなかった。当時の競争相手たちは、ドーピングをした相手も少なからずいたと思われるが、 エヴァンスはそういった相手をものともせず、大差をつけて勝つことができた。空前絶後の水泳の天才。と評した。1996年のアトランタオリンピックを最後に引退したが、15年間のブランクを経た2011年6月、翌年のロンドンオリンピックを目指しての現役復帰を表明した。復帰表明直後に行われたエヴァンス招待大会において、 女子 400m 自由型で4、23.82の女子35歳から39歳区分のマスターズ、世界新、女子 800m 自由型で8、59.06の女子35歳から39歳区分のマスターズ、世界新をそれぞれ樹立し、復帰に向けた練習再開が本格的であることを示した。ありがとうございます。